勝負審判元大関三人衆。やっぱ今日はちゃんと見ようぜ、今日はちゃんと見よう、今日はちゃんと見ようぜ、ちゃんと見てください誰も見てませんもうもうベンチ前のエンジンにしか見えません上がっています。勝負審判元大関三人衆、左から襟裳岬、札幌関大雪山です。今日はちゃんと見ようぜ。そうだな、すごい見ていますただ見ている場所は一人だけ正解です物言い、物言いです。物言いが出ています。決勝戦、勝負審判元大関三人衆。決勝戦だからこれガチでちゃんと見た方がいいって、めっちゃちゃんと見た、きちんきちんと、お前そっち見ろ、お前そっち、コンタクトを探さないでください先ほどのタイムライン上で書いてくれてる、書いてくれてますかコンタクト探してるみたいだって。三人じゃコンタクトを落としたんですね、うん、めっちゃみんな仲良い、誰のコンタクトかって、次クイズに誰のコンタクト落とし、えっバイラボー、そろそろいい加減で早くちゃんと見るよ、ちゃんと見る、あ、そっちか、そっちか、よし、ここ、ここ、ここ、こらこらってこらってなんすか。おっと、勝負審判が変わってますね。あれ、おっと、戦隊ものになってるぞ我ら5人合わせてレジェンダーレジェンダーレジェンダーが出てまいりました5人ですもんね、確かに